金縛りになった瞬間、はい、なってる最中というのを捉えた映像って初めて見ましたね。そうです、僕も現場に居合わせて初めて。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。このチャンネルですね、今日現在で42万1000人というね、とてつもない数の方に登録していただけるようなチャンネルになりました。本当にありがとうございます。もう皆さんのおかげでね、いろんな不思議な世界を巡って、僕もね幸せな気持ちいつもね味わわせていただいております。さらにですね、皆さんにまた育てていって、またね楽しいチャンネルをね、お届けしたいと思いますので、ぜひ、これからもよろしくお願いいたします。そして、まだの方チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。さあ今回のゲストですね、なんかもう何度も来てくれてるし、僕はちょくちょく会うんであんまり久しぶりって感じしないんですけども、半年ぶりこのチャンネルではですねの登場になります。異名がありまして、怪談界の末っ子こと川口秀幸さんです。お願いいたします。どうもお邪魔します。ありがとうございます。いや本当甘えん坊だよね。いや本当に皆さんに支えられてやっと歩けるようになった本当さ、もう、はい、お兄ちゃんみたいな人いっぱいいるでしょ。めちゃくちゃもう基本的にはもうみんなお兄ちゃんだと。いやただ、はい、ずるいずるいっていうかちょっとよく分かんないのが都市ボーイズとかのこともお兄ちゃんっぽくしてるけど、はい、あなたの方がだいぶ年上なんですよね。年上ですね。だいぶこう、はい、年下のみんなに対してもなんかお兄ちゃん、はい、お兄ちゃんみたいな感じでこう近づいていって、はい、可愛がってもらってっていう。もう自分じゃ何もできないんでやっぱこう優しくしてくれるんですよねみんな。ただすごいのがね、やっぱり、ね、YouTube チャンネル、はい、チャンネル名が、川口心霊探検隊、はい、こちらもね頑張ってやってるんですけども、ホリプロコムっていうね、はい、同じ事務所の、まあ、一応先輩後輩なんですけど、はい、皆さんホリプロコムってね、バナナマンさん、スピードワゴンをはじめもいろんなスターいるんですけども、事務所に一番ファンレターやプレゼントがダントツ届くのがこの川口なんですよ。すいません本当。もうどういう状況なんだと。もう全国民の末っ子になりたい川口秀幸です。お願いします。本当に。だからやっぱなんかほっとけないというか、よく言うのがね、なんか川口のファンの方ってファンっていうか保護者みたいな、だからそういう目線で接してくれて優しいよねって話をするんですけど、そうですね、なんかね優しい方多くて本当に皆さんに恵まれてますね。いや本当にありがたいですね。さあ今日なんか、はい、なんですか、なんか今日台の上にありますけども、これもうファンの方にいただいたわらしちゃんっていう、はいはい、バケタンのまたこう別バージョンの、なんかもともとね、はい、お化け探知機、不思議なね、なんか存在が近くに来た時にピピピピピピピって反応するようなレーダーがあったんですけども、はい、なんかその進化版みたいなやつですね。進化版みたいな、そういう説明もお前がしろよみたいな。すいません、そうですね、さっきいただいて、はい、もうこれなんかすごいなと思って、本番中何か光ったらいいかなと思ってお貸していただきました、はい、あ、もう今じゃスイッチ入ってるんですか。スイッチ入ってます。あ、ここじゃない、こっちですね。なんか喋らないってこれって。今はオフにしてます。あ、オフにしてる。はい。オンにするとね、なんか今の状況とか話してくれますよね。オンにします。ああ、お腹すいた。お腹すいちゃってますね。すごいですね。さすが川口が持ってきたわらしちゃん。なんか甘えん坊というか、なんか末っ子気質なところをお腹すいたって言って。はい。はい、じゃあオフにしといてください。そうですね、そうですね。じゃあちょっと皆さんね、はい、今日わらしちゃんの方にも注目していただいて、川口というとね霊障をね起こす男としてもね、はい、知られていますので、はい、チェックしていただければと思います。さあ、はい、半年ぶりですけども、はい、お話今日持ってきていただいたんですか。まあ、今日お話しするのがちょっと、まあ、簡単に言うと僕最近幽霊ホテルによく泊まりに行ってるんですよ。どういうこと。やっぱりこう今のこう時世なかなかこう廃墟とかに行くのが難しくて、うん、でどこは大丈夫だって言った時に幽霊ホテルだったら、まあ自分でお金払って泊まりに行くんで、そこにこう何かこう幽霊を本当に目撃できるのかとか何か取れるのかって言ってこう泊まりに行っ
て。それはあの、はい、そのホテル全体が幽霊が出るってことじゃなくて、はい、この部屋はそういう情報がありますよっていうのを自分で調べて、はい、そこに取材を兼ねて泊まりに行くってことなんですか。そうです、なんだったら全館どの部屋にも出るっていうホテルにも行ったりとか、ある一室にしか出ないですっていうホテルにも行ったんですよ。で今回はとある、旅装というか民泊、うん、本当にもう、今も泊まりに行ける実在してる、民泊のところの、映像なんですけど、はい、映像なんか撮れちゃったんですか。撮れちゃいましたね。多分YouTube とかでも出てこないと思います。僕もなんか本当現場にいたんですけど、うん、めちゃくちゃ怖くて。じゃあとんでもないもう衝撃的映像が撮れたってこと。そうですね、なんか気持ち悪いなっていう感じです本当に、はい。今回はじゃあ最近いろんな、はい、まあ、幽霊が出ると言われてる部屋に泊まりに行ってるんですけども、はいはい、中でも今回は一軒家ですか、民泊ってことは。鉄筋の別館と木造の本館があるんですよ、うん。その本館の木造の方に泊まった時の。それはちなみに場所とかは何県とか言えるんですか。あ、もうじゃあ P で大丈夫ですかね、はい。そしたら A。え？はい。都内？はい。しかも結構都心に？はい。それホテル？旅館に近いんですかね。普通に多分一軒家をこう改築して、うんうん、2階を、言ったら、泊まれるスペースにしてるというか、そこの207号室っていうのが。女性の霊が出るっていう噂があって、でそこまあ言ったら都内だしすぐ行けるってことで泊まりに行ったんですよ。でチングーズの後輩バスコと2人で行って、で泊まりに行った時にまず最初の写真を見てもらいたい。もういきなり写真行っちゃうんですね。はい、はい、最初の写真がですね、まあ、部屋自体から5畳一間の風呂トイレなしの、本当に押し入れが1個ある、まあ、民泊だから、はい、まあ、トイレとかお風呂なんかはみんな共同で、はい、で中をこう区切ってたくさんの方が泊まれるようにっていうようなとこですよね。はいはいはい。で、その207号室に出るっていうのはもう下調べで知ってたんで、まあ、207に誰も泊まってないといいなっていうのを話して泊まりに行ったんですね、うん。そしたら、本館の鉄筋と木造の、まあ、本館どっちがいいですかって言われて、もちろんもう木造で出るって言われてんで、うん、木造でお願いしますって言ったら、何にも部屋とか言わなかったんですけど207の部屋を案内されたんですよ。ああ、まあよかったよかったって思って、まあ、部屋をこうルームツアーというかどんな感じの部屋なんだろうねっていうのを、探してたらですね、まず押し入れがですね、はい、これ、見ていただくとあれなんですけど、すいません、下段は普通に使えるんですよ。あ、押し入れなんですね、はい、扇風機が見えますし、なんか本なんかも入ってて、はいはい、ですけど開国っていうまたすごい気になるタイトルの本がありますけど、上段見ていただくと分かるんですけど、上段が、板で板張りされて、あ、こう開けられないというか、ああ確かに、あ、不思議だね。これは押し入れでこうスーッとね、はい、扉横に引いたら下と上があるはずなんですけど、上完全にもうビチーって板張られてるから、はい、普通ね布団なんかこうやって入れたりするから。そうなんですよ。でさらに僕そこをノックしたんですよ。こう何の板なんだろうなって言ってノックしたら中空洞なんですね、うん。まあ、もちろんその、ね、外すことできないんで、はい、なんで板ここ張られてんだろうなって不思議な状態で、まずそこは一個気持ち悪いなって思ったところなんですけど、はい、ここでまずいろんな撮影してって、ええ、最初まあスピリットボックスとか、バケタンとか、怪奇酒、こうお酒をこう組み交わして霊とか会話するみたいな検証をいろいろやったんですけど、なんとなくまあしっかり何かが映ったとかはなかったんですね。まあなかったなって言って、じゃあ寝ようか。でもこう寝てる時にもし何かあったらそれも抑えておきたいから、うん、定点をセッティングして、でまあ、基本僕がメインなんで、僕を映すアングルで僕の隣には一応映らないところにバスコが寝てるんですよ、うん。そしたらこう2時間ぐらい、まあ、2人とも寝てる時になんかまあ不思議な映像が撮れてしまって、それをちょっとご覧いただきたいな。朝起きて確認したら映ってたってことですね、はい。いやもうその現場で起きちゃいましたもん。まず、そのスピリットボックスっていう、まあ、心霊探知機、まあ、海外でいうと心霊レーダーみたいな役割の道具を、まあ、枕元に置いて寝てたんです
それが突然アラートが鳴り出して、アラートってなかなか鳴らないでしょ。なかなか鳴らないです、それが鳴って僕はもう熟睡してるんで気づかなかったんですけど、まずバスコがそれに気づいたっていう瞬間がまず1個目の動画が、すごいね。なんかそういうの撮りたいと思ってね、いつもこう言ってるのに、そのアラート鳴ったのに気づかなくて寝てるってなかなかすごいけどすいません、本当にあの熟睡 してたんだな。一番それ撮らなきゃいけない、気づかなきゃいけないっていうところなので、これがですね、じゃあ行きます。こうしていただければ大丈夫です。はい、再生で、じゃあ再生いきます、はい。本当だ、スピリットボックスアラート、川口全然起きないね、で一緒にいたバスコが会って気づいたわけですね、まあ、バスコはなんか鳴ってんなってその時思ったそうなんですよ。でですね、まあ、スピリットボックスって温度な探知機というか、温度の変化も探知して鳴ることもあるそうですね。なんですけど、まあ、あの部屋に僕らずっといた段階で温度がこう変化するような、まあ、それこそ暖房つけてたとか、窓開けてたとかもないんですね。だからそもそもが何の温度変化で鳴ってんだっていうのがあって、鳴った直後ですね、よりこう不思議なことがあったんですけど。何があったんですか？あの金縛り、分かります？分かります、分かります。体が動かなくなる、バスコこの直後に金縛りなんです。え？それが、動画として、まあ、声だけなんですけど、はい、入ってるのがちょっと見ていただきたいなと思って、タイミングがまたすごいよね、はい、なんかすごい、これが金縛りにあった、まあ、瞬間というか、再生を押していただけると、何の音これ？これバスコが体動かない声です。これあのアラームが鳴った後なんですよね。直後です。やっぱりこう霊が来たのかもしれないっていうのを機械が、まあ、探知した後のタイミングで、まあ、もちろんその悲しみにあった瞬間とかそこの映像は撮れてないですけど、声、どういう状態だったんですか？これちなみに、まあ、今の、まあ、島さんに渡した直前にバスコの足元で一回カタッと音が鳴ってるんですよ、で何かその倒れたのか何の音か分かんないですけど、カタッて音の後にバスコが言うにはアラートが鳴った段階で起きてたのそうなんですね。起きてアラート鳴ってんなーって起きようと思ったら体動かなくて、やべえ金縛りだってこうずっと体動かそうとしてたら足元でカタッて鳴って、そっから黒いなんかもやというか人みたいなのがバーって自分に入ってきて、それをっていう、なんか声も、あーとかじゃないよね、みたいな、ずっとなんか普通だと出てこないような声で、うっすら助けてって言ってましたもんね、で僕に気づいてほしくて、川口さんってこう必死にこう動かない中、なんとかもう脳は起きてるんで、川口さん起きてくれっていうのでずっとあーって言ってて、本人自体は動かないですみたいな、体が今体固まってますみたいなを言ってるそうなんですけど、映像で見るとずっとわーってうめき声というかうめいてるっていう、金縛りの最中。ここの場所、部屋っていうのは何かそういう言われはあるんですか？そのこの部屋自体がその女性の霊が出るっていう、この部屋だけ、207だけ、207だけです。でちなみにその女性っていうのは、もしかしたらこういう事件が昔あった、こういう事故があったとかって話はあるんですか？いわくがこれなんでかっていうところまでは載ってないですね、これどんなに調べても、なんですけど、なぜかその部屋にすごい、まあ、綺麗な女性の霊が出ますってこと でこれ不思議なのが、出るっていう方もいたりとか、いやもう出ないよって方もいらっしゃるそうなんですよ、
なんで今回僕らも、まあね、もしかしたら出ないというかもういなくなってるかもしれないねっていうので行ったらああいうのがあって、でもバスコが見たというかこう体感した感じ、女性の霊じゃないんです。なんか黒いもやが入ってきたって言ってました、はい、それはじゃあどういう感じだったんですか。それもだから言ったら男の人とかもう言ったその部屋にこう泊まりきってそういう遊び半分じゃないですけど心霊の部屋なんでしょここっていう、そのなんか残留思念じゃないですけど、そういうのが全部バスコの中入ってきちゃったんじゃないかなって。それはネットなんかにたくさんそういった、はい、その情報が載ってたってこと。載ってました。場所と、この部屋の出る例はこういうのですみたいなもう情報として載ってて、はい、これちなみにその後バスコは無事だったんですか。無事です。もうそれでパッて目が覚めて、はい、目が覚めてあとは大丈夫っていう、はい、特に怪我とかはなかったです。押し入れですよね。あれ上何だったんですか。いやあれがだから開けたいんですけどね、さすがにやっぱまあ宿泊施設のものなんで、その宿泊施設の方に、はい、ここ昨日こんなんあったんですけど、はい、あとお尻もおかしいですよねとか特に聞きはしなかった。聞きはしなかったですね。なんかその民泊のまあおじさんと、まあ女性のおばさんがだいたい60歳前後の方で、うん、もうおそらくなんですけど、なんか僕らがまあ言ったバックパッカーじゃないですけど、うん、こうそれ旅行してる男性2人みたいな、で他のまあ部屋も特に誰も埋まってない状態で、なんで207ですよね。だってそういう情報があるんだったらもしかしたらね、はい、そのオーナーの方たちだって知ってるかもしれないじゃないですか、はい、そしたらね他の部屋も空いてるんだったら、はい、あえてそこに止めないですよね。そうですね、うん、ただ1個まあ泊まり終わってから気づいたんですけど、そのまあ店主の方というか、だからもうしきりに鉄筋の方にしないですかみたいな、すごい言ってきたんですね。あ鉄筋の方にしませんみたいな、大丈夫ですかみたいな。それってなんかよくよく考えたらその部屋って本当にいいですかみたいな。でも207以外の部屋空いてたわけでしょ。空いてます。木造の方も、はい、で最初にそこ案内しといて、なんでしきりにまあ、別館の方というか鉄筋の方にすごい案内したがるのかなっていうのがすごい一個不思議だなと思った場所ですね。すごいですね、鳴ったタイミング、はい、で、まあ、やっぱりもちろんねこういった機会ですから誤作動なんかもあるかもしれませんけど、さあそう鳴ったタイミングでね、はい、バスコにそういう異変が起きたっていう不思議な場所で泊まれるんで、今度よかったら一緒に。だからその日だけちょっと予定が入ってるんで本当にすいません。それはそれ以外の日だったらよかったんですけど本当にすいませんでした。どうですか。俺的にすごいツボだったこと言ってもいいですか、はい、これちょっとブレちゃうかもしれないですけど、はい、バスコが助けてって言って川口がはって気づいて、はい、浴衣姿の川口が起き上がってバスコっていう瞬間なんかすごいちょっとこう面白いなって思っちゃって、マジで怖かったんですよ本当に。言ったらうわーってなってるから、えと思って。人間ってああなるんですね。バスコなりますよ。だってちょっともう一回そこで見てもいい。だからあれちょっとすっごいブレちゃうから我慢してたんだけど、あそこ妙に面白くて、なんか川口のなんか人柄が出てて優しい感じの、あ一番もう最後だもんね、はい、もう再生したら、そうそう、これで、はい、そう起き上がるのよ。バスコ、バスコってこう内心めちゃくちゃバクバクしてますからね。起き上がって背中さすりの時にバスコ、バスコってなんか妙に可愛いんだよなここ。めちゃくちゃ怖かったですよでも本当に。いやもうとんでもないよね、はい、うん、あれちょっと笑いですか。なんか20回ぐらい見られるわ。ちょっと待ってください、それだけ送りますとしたら切り抜きで。いやただちょっと今回何がすごいって、まあ、実際その部分をしっかり映してるわけではないんだけども、はいはい、金縛りになった瞬間、はい、なってる最中というのを捉えた映像って初めて見ましたね。そうですね、僕も現場に居合わせて初めてこんな感じなんだと。ちょっと貴重な、はい、これ結構決定的瞬間を捉えたすごい動画でしたね。これはちょっとだからぜひ見ていただきたいなと。
はあ、こういう感じになるんだ。そうですね、だから なんだろう、僕誰かが金縛りに会うって話よく聞くんですけど、はいはいはい、まさしくあこんな感じだよってよくいろんな人に見せたんですよ。その後にあこんな感じこんな感じ。えその時その川口はもうやっぱ動いてないダーッてこう固まってしまったバスコ見たわけですか。はい、で言ったらもう僕の方だけこう目見開いてこういうふうに見てる感じです。で川口がバスコバスコってこうさすりに行ったじゃないですか、はい、でもダメ治んない。あそれさすりに行ったら動けるようになったみたいです。あやっぱその外からのこう接触というか干渉があったら、はい、でも触った瞬間はガッチガチでした。ガッチガチって感じはしなかったっすね。なんかうわ本当目見開いてこっちずっとこうやって見てるからえと思って、うう川口さんって言ってるから バスコわバスコ バスコみたいな、したらおおっていうあれですか、みたいな。じゃあもしかしたら金縛りに会った時っていうのは横にいる人を呼んでその人に体をさすってもらったりとか触ってもらうとすぐ溶けるのかもしれないですね、うん、そうですね、うん、これその日なんですけど。まだ何かあるんですか。これ僕の方押さえてたじゃないですか、はい、僕ねそれ、まあ、その幽霊ホテル行く直前かなちょっと前ぐらいにファンの方とかから数珠いただいたんですよ、はい、この数珠をつけてると、まあ、悪いのから守ってくれますよとか、まあ言ったらねなんか気休めかもしれないですけど、うん、つけといて損はしないですよみたいなこと、あ分かりましたありがとうございますって言ってその日つけてるんですよ。え僕の方じゃなくてだからつけてないバスコの方に行ったんじゃないかなって。はあ、はい、守ってもらったんだ、はい、またファンの方に助けてもらったんだ、ありがとうございます。ただこの前ねヤースーさんが言ってたんですよね、はい、あのトクモリザウルスの、はい、でなるほどと思ったのがあの結構皆さんねそういう数珠関係の話をして、うんやばい時にパーンって数珠が弾けた、うん、はあよかった数珠が身代わり守ってもらえたってホッとするでしょう。あれ何ホッとしてるんだって思うんですよ僕らはね、っていうのをシークエンスハヤトモさんと話してたんですよ。あれバーンって弾けて身代わりになったじゃなくってもうそれがバーンって弾けたってことはもう本当に危ないですよっていうサインだからすぐにお祓いに行かないともうマジでギリギリやばいよってことなんですよっていう。時々弾けたことによってああ守られたんだ安心しちゃうって人いるんだけども、はいはい、いや違う安心しちゃダメだって一番今危ないからっていうのはちょっと伝えたいですねっていうのを話されてて、はい、はあなるほどなと思いました。だ川口の場合は、まあ、弾けてないのでやっぱこのまだこう数珠にやっぱ守ってもらえてたっていう状態だったかもしれないですね。今ちょっとこれ破れてるというかこうちぎれてないんであれなんですけど数珠が数珠同士はなんかこう擦れ合う感じ、はい、なったことがあって、うん、それってなんか関係あんのかなというか。どういうことですか。なんか数珠って普通につけてる分には動いてないとただつけてるだけじゃないですか、はい、なんかこう数珠同士が擦れ合う。えそれはこう動いててそのじゃなくてなんかもう自分つけてる状態でなんか数珠がこうジジジジジジというかこれって何なんだろう気のせいなのかなとかって思って僕生活してるんですけど、それってもしかしたら何かから弱いやつから守ってくれてたりのあれなんです。あれですよね。それこそそのね、はい、そのヤースーさんのおばあ様が高名なユタの方だったりもするじゃないですか、はい、でその除霊っていうかその儀式に参加した時にこういう数珠というか、まあ、大きなこうね玉がこうあるものをこう掲げてたら、はい、この石がガガガガガガって動いたらしいんですよね。だもしかすると心霊スポットなんかでパーンって数珠が弾けるっていうのは、はい、なんかその石が反応して守ろうとしていてうわーってこう動いてでそれに耐えきれなくなって紐がパーンって弾けるってことなのかもしれないじゃないですか。そうですね。そう考えるとその数珠同士が擦れてるっていうのは、はい、まさにそうですね何かを感じて何か守ってる状態だったのかもしれないです、はい、うわーまた守られてますね。そうですね。だからやっぱ数珠切れる瞬間前後というかその前30秒ぐらいからもし抑えることができたら、はい、あだから数珠って切れるんだ弾けちゃうんだっていう意味が分かるのかもしれないですね。なんとか頑張ってちぎれる瞬間抑えてきます。でもなかなか川口の定点はいいけど数珠の定点いかないよね。そうですね、まあ、全体を抑えてる中入ってたぐらいかもしれないですね、うん、でも本当に石が動いてたら怖いですね、うんまあ、数珠が切れてしまうって書いてもねたくさんありますから。そうですね、うん、僕もありますしね切れたことね、まあ、切れたっていうかもう僕の場合はもう石が真ん中から真っ二つに割れてましたけどね。えそれその後大丈夫だった。
あのだからその後おさらいもしてもらいましたけど、やっぱいろいろ続きましたよその後。そう考えると僕も今までつけてなかったんですけど、それがあるって考えるとつけるの怖くなるんですよね、ちょっと。まあ、でも守ってもらえたりとか、はい、もうこれ以上やばいよっていうサインが分かったりとか、はい、そうですよね。ちょっとまあ取れるように頑張ります。その数珠が切れる瞬間。そうですね、はい、はい。怖くなっちゃったっけ。こんな感じですけど、あと兄さんなんとかしての目線がすごいんですよ。だからその末っ子感が。すいません。もうビシッと。じゃあ今回この感じで、今回は、金縛りの瞬間の、はい、あのちょっといろんな、はい、ね、川口も映像が撮れたりとか、はい、ね、ありますけども、ちょっと僕も初めて見られたというか、はい、すごいなんか貴重な、そうです、ね、すごい映像を持ってきていただきましたね。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。最後ね、はい、ご自身の YouTube チャンネル、はい、はい、川口心霊探検隊、YouTube チャンネルやっておりまして、怪談、心霊スポット行っておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、ありがとうございます。コビンチョロは今日すいません、いつもない。コビンチョロ、ありがとうございます。で、一回も今日は反応せずということで。そうですね、はい、まあちょっとそうですね、やっぱ僕と似てるのかもしれないですね。結果出さなきゃいけない時にあんまりこう出てきてくれないタイプの子かもしれない。いや、何もなかったから、はい、あのよかったっていう。あ、そうか、無事に今日ね撮影を終えられたってことですからね。よかったです、はい、何よりです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、というわけで、怪談界の末っ子こと川口秀幸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。コピンチョロ。